ようございます。香織です。今日はお話ししたいテーマがいくつかあるのですが、そのねテーマの中にもこの濃淡があるっていうか、私の中でそろそろこう言語化できるかなみたいに固まりかけてきたテーマ、それについて話してみようかと思いますが、それはね言語化できそうになってきたと言いつつ、言語化ね、でききれてない面もあるのですが、こう自分の感情をコントロールしようとしなくなった、そんな私が少し前にいて、その結果どうなったかというと、忘れっぽくなった。これ大切なことを忘れてしまうということではなくて、別に覚えてなくてもいいようなことは、それをね忘れるまでの時間がねとても短くなりました。例えば、なんてこんな嫌なことが起きるんだろうとか、なんて嫌なことを言われたんだろうということがあると、そうですね、私 2,3 日引きずってることがあったかな、でもそれがね今はね10分くらいすごくその嫌なことを忘れるまでの時間が短くなって、ある意味楽っていうかね、だから何が起きても OK っていうかね、善悪判断をしないとOK になってくるんですよね。嫌なことが起きて、なんか運勢が落ちちゃったとかね、メソメソする必要がないし、で私はね日々何を考えているかというと、残機の念にこう浸ってる時間、残機の念にそれが襲ってくる時間っていうのかな、それが多いんですよね。でもそれも別にいいやっていうかね、今まではダメダメ、そんな過去のこといつまでも引きずっていちゃダメみたいな私もいたのですが、その残機の念がやってきても、いっかっていうね、好きなことを考えてればいいんじゃないみたいな、その許しみたいのがあってから、ちょっとした嫌なことを忘れるまでの時間がすごく短くなって、でこれ私はどういうようにこう捉えてこういう結果になっているのかなって考えると、それは全てのね思考、感情も思考の一つだとすると、自分の中にこう思い浮かんできたり、こう湧いてきたり、いつの間にか存在している、感情思考はありますよね。でそれを今まではこう選別してしまった、こんなことを考えている私はいけないとか、過去を後悔している私はネガティブで良くないとか、もっとポジティブにならなくちゃという、その価値判断をね全部捨ててしまうっていうかね、だから思考感情を単なるエネルギーとして捉える、じゃあそれにプラスマイナスはあるかもしれません、ネガティブポジティブもあるかもしれません、でもその思考のね強さはネガであれポジであれ同じと捉えます。例えばすごく嫌なことが起きましたとか、すごく嬉しいことが起きましたで、それはネガとポジの違いはあるかもしれないけれども、でそのベクトルの方向は違うかもしれないですが、そのベクトルの長さで見ると、それは釣り合うエネルギーかもしれないっていうかね、だから今は私はベクトルの方向を一切気にしなくなり、でそれが実際割合できるようになり、そのベクトルの長さだけを
気にするっていうか、まあ、長さイコールその強さとかあのパワーでとも言えるかと思うのですが、ベクトルの方向をさえ気にしなければ意外と何が起きても平気っていうかね、うん、だからこのいろいろなことに反応しながら生きてますよね。社会生活を送る上でこういろんな人との出会いがあり、こうやり取りがあり、それに対して価値判断をしたり反応している自分がいます。でその反応はもう、ね、何でも OK とします。ネガティブに反応しようがポジティブに反応しようが、あの感謝の気持ちを持とうが、持つまいが OK で、とにかく反応するってことは私の思考とか感情エネルギーがそこで発生しているわけで、そのね発生するエネルギーだけを良しとするっていうかね、そんな感じですね。はい、それだと、まあ、楽っていうかね、ただ生きていく上で楽ってことはね、ある意味はありえないんですよね。この肉体を保つだけでいろいろこう煩雑な、ことをしなくちゃいけないとかね、じゃあ寝たきりになったら楽なのかといえば、寝たきりには寝たきりの大変さがあるわけで、とにかくねこの三次元上で呼吸をして生きている限り、楽して生きるとか、楽しいことばかりの中で生きるっていうことはありえないわけで、そこで一喜一憂する必要もなく、まあ、全てはエネルギーなんだというね、これがネガでもポジでも発生していることがありがたいっていうか、まあありがたいなのかな、はい、だから全ては感情とか思考の源は愛だと思います。私はそう見立てています。だからそれがまあ太陽光線みたいな感じですかね、でその太陽光線をいただいて生きていることは、これはねやっぱりありがたいだと思うんですよね、じゃあその太陽光線がプリズムを通して分岐すると、いろいろなこう色に変わりますよね、まあ、7色に変わりますかね、虹色にね。でその虹色の、一つ一つがこう様々な感情であったり味であったりします。例えば味だったら苦いとか甘いとかしょっぱいとかで、感情だったら嬉しいとかこれは好きとか嫌いとか嫌だとか、なんでこんな目に遭うんだろうみたいな、さまざまな感情がプリズムを通して分かれていきますが、大元は太陽光線であり全て愛であると考えると、その反応はね反応できるということがある意味ありがたいっていうのかな。はい、今日はね全ての思考感情はまあ、パワーでありエネルギーであり、そのベクトルの方向は、まあ、どうでもいいと考えて、そのベクトルのね長さパワーみたいな、それを体験できるこの三次元世界っていうのが、まあ、とても楽しいところではないのかなっていうね、はい、そんな、ここ2、3日なんとなく感じていたり、あとはまあ、嫌なことを忘れる時間が短くなったっていうね、はい、そんなお話をしてみました。はい、最後までご視聴いただきアンカとまたやります。ではまた、バイバーイ。